ってことで、次はこの最低限抑える3つ、ですね。もうこれだけ、もう正直今のやつは全部なし。もうこの動画はここから始まるぐらいの、最低限この3つだけ覚えとけばいいよというのをお伝えしていきます。ということで、まず1つ目、これね、デコを出すということですね。はい、デコを出すという、ことなんですけど、やっぱりデコを出しているやつとデコ出してないやつを比較すると、やっぱ印象としてこっちが方がいいんですよね。で、これなんでかっていうと、ポイントはこの肌の色なんですよ。この肌の色が白ですよね。で、この髪の毛は黒ですよね。で、視線、この視覚に入ってくるときに白い部分が多い方が、黒い部分が占める割合が多い時よりも、普通に考えて明るいですよね。白と黒で言ったら白の方が明るいんで、明るい肌が見えてる部分が多いほど明るく見えるという錯覚に陥るという、そういう研究結果はあるんで、これちゃんと調べましたね。私が適当に言ってるわけではございません。ということで、デコを出すということ、まあこう出さなくても、まあ、流すでもいいんですよ。流すでもいいですし、そういうことです。で、2つ目は、耳をすっきり出すということですね。耳をすっきり出す。まあ、僕みたいにこう長くても耳さえこう流して出していれば清潔感は出るんで、やっぱどうしてもこっちの方がいいか、耳にこうかかってると、いや例悪いなどうしてもこう、これちょっと極端すぎるけど、耳にこうかかってると、ちょっと髪型手入れしてないなとか、ちゃんとできてないなっていうのがちょっと分かるんで、そこはあんまりよろしくないですね。で、最後3つ目、ちょっとこっち向くとやりにくい。3つ目は、襟足ですね。この襟足襟足ないけど。襟足ですね。これね、昔の、僕生まれたの2001年なんですけど、2000年代の、イケメン俳優とか、嵐とかもそうなんですけど、全員襟足あるんですよね。あれなんでかなと思いましたね。ウルフとか、ウルフスタイルって呼ばれてた時代、ウルフスタイルがめちゃくちゃ人気出た時代があったんですけど、その時代全員襟足でした。都会のホストとかも襟足伸ばしてましたし、あと僕小学生の時見てたの、中村ゆきえの極戦っていう、あれ結構面白くて僕見てたんですけど、極戦でも全員襟足あって、あとね、めちゃくちゃこのトップにボリューム出す昔のね、ホストみたいなやつとかあったんですけどね、もうめちゃくちゃ束感出て、もう芸術作品ですかっていうぐらいの束出てる人とかいたんですけど、今はやっぱりこういう襟足、これちょっといい感じの襟足あるウィッグがなかったんで、この挑発ウィッグですけど、襟足あるとやっぱどうしてもこの首の見える印象とかもありまして、後ろ姿にも気使ってるなこの人っていう印象もあるんで、やっぱり今はこうやって襟足はこう刈り上げるっていうのがいいんではないかなと、私は思います。で、この3つね、3ポイント、額をなるべく出すのと、耳を全部出すのと、襟足をすっきり、刈り上げるか生え際以内に収める、この3つのポイントね、なんかめちゃくちゃいい例えの人、めちゃくちゃいい例がいたんですよね。もうこの人真似してくださいみたいな人がいるんですけど、わかりますか？で、考えてみた時に、テレビ出てる俳優かなとか、俳優の人とか見た目気使ってるから俳優じゃないんですかとか言われるんですけど、これね、政治家ですね。もうこの政治家の人見たら、これ全部やってるんですよ。額出してるわ、耳出してるわ、後ろ生え際以内にしてるわ。これね、政治家、ちょっと外出てね、ポスター貼ってありますよね、街中に。なんであんな田舎でも同じなんですよ。都会と同じぐらい、都会よりワンチャン多いぐらい
あの政治家のポスターが貼ってあるんですけど、政治家のポスターね、ぜひ見てみてください。全員今の3ポイントね、守ってるんですよね。意外ではないか、当たり前か。まあおじさんっていうのもあるんですけどね。はい。ということで、一言で言うと、もう政治家の髪型という一言ですね。政治家の髪型という、もう9文字ということで、はい。ということで、最後ね、パーマとカラーに関してはどうすればいいんやということで、パーマなんですけど、あ、そっか、こいつか。やっぱこのウィークちょっと今日大活躍ですけど、あの身だしなみの動画でも言ったんですけど、こう前髪上げたり、トップ立ち上げるためとか、ボリューム出すためとか、後ろに毛流れしたいとか、そういうパーマはもうめちゃくちゃいいですし、でもこのアフロとかのグリングリンのパーマ、まあ、こういうパーマですね、こうグリングリン系はちょっと、まあ、おしゃれとか、まあ、個性派でいきたいとかね、差別化図りたいという人は別にいいですね。であとストレートとかも別にいいですし、あとはカラーですね。あの定期的におしゃれ染めする人とか、こちらもか、あの白髪染めする人とかはいいんですけど、一回きりのおしゃれ染めはやっぱあの色が落ちてきて脱色しただけの状態、さっき出てきたこの結構汚い、これは結構まあいい茶色ですけどブリーチなんで、あの普通のおしゃれ染めするともうちょっとあの暗いね、ちょっと汚い色の茶色で、あとはこのプリン問題発生しちゃうんで、あの一回きりでやるんやったらもう定期的に染めたり、あとはまたすぐ黒染めに戻したりした方がやっぱこれで放置するよりかはいいですね。まあ、これあのウィッグなんで髪の毛伸びるわけないのに根元が黒くなってるという、まあ、ただの塗りミスですね。はい。で、あの結局カラーは僕めちゃくちゃ思うんですけど、これはね、あのぜひあの気づくべきだと思うんですけど、あの男の人は絶対に黒色がかっこいいということをめちゃくちゃ伝えたいですね。男の人は結局黒色がかっこいいんですっていうのをもうめちゃくちゃ伝えたいんですよね。この男の人は、まあ、結局ね、まあ、これは違うかもしれないですけど、結局あの政治家の人いますよね。この政治家の人は黒髪なんですよ、全員。それは当たり前かもしれないですけど、もう政治家の方を見たらね、全てがもう身だしなみのお手本のようなね、あのまああのたまにハゲてる人もいますけど、そういう人は別として、髪の毛がしっかりある政治家の人を見ていただいたらめちゃくちゃ印象いいと思うんで、政治家を参考にしてください。はい。ということで、まとめですね。今回は、髪型の重要性ということで、あの3スタイルとか3スタイルとか3ポイントとか、伝えてました。で、まあ、今回の、あの正直な、まとめとすると、正直なまとめとすると、まず髪の手入れですね。前髪以外は、生え際以内、長くてもに収めることっていうのと、できたらあの月に1回はね、散髪屋に行くこと、そしてできたら毎日ヘアセットをすることという、この3つですね。そして参考にすべきは政治家という、この4つをですね、あのぜひ覚えてです、まあ最低限この1つ、この政治家をも、サンプルにするという、政治家をモデルにするというのだけは覚えてですね。あとね、散髪はね、できたら2ヶ月、長くても2ヶ月ですね。やっぱこの生え際、1ヶ月にだいたい1センチって言われてるんですけど、生え際からね、プラス2センチするとどうしてもだらしない印象になるんで、長くても2ヶ月で、散髪行くということを、お願いします。はい。ありがとうございました。